合わせの川は、利根川の急流路の一つで、現在は、廃川となっている。合わせの川の後は、埼玉県加須市と群馬県大良郡板倉町の境界になっている。合わせの川は、利根川が、埼玉県加須市半石地図で、北へ分流した流れで、加須市と群馬県大良郡板倉町の境界を東へ流れ、板倉町下五下で矢田川が合流した後、 カゾシオノ袋へ、至って旧渡瀬川へ合流していた。古代には、利根川の本流が流れたとする説がある。元那7年に、新川通が新たな利根川本流稼働として、カゾシサは、地図から破壊、地図まで改作され渡瀬川に接続された。これに伴い、合わせの川への利根川分流水量は、増水時を除けば、わずかとなった。天保9年に、 竜頭が締め切られ、灰川となった。旧渡良瀬川へ至る、下流部は、矢田川へ譲った。合わせの川の流路跡に現存する、旧堤防合の川は、人工的に締め切られた経緯から、流路内の比較的水深のあった場所は、地表として残り、流路跡に散在している。その他の流路跡の土地利用としては、主に水田などの農地として利用されている。 流路跡のほぼ中央部には、矢田川へと至る水路が所在している。また、流路跡の両岸には、当時の堤防が残されており、堤防上は、道路などとして利用されている。このため、地上からも、流路跡を探ることは、おおよそ可能である。また、利根川の締め切り地点付近には、合わせの川河川防災ステーションが設けられ、合わせの川の名を現在に残している。 この施設は一般には開放されていないが、付近の矢田川第一排水機場で使用されていたポンプが敷地内の屋外に移設、展示されている。豪ー川と渡瀬川との旧合流点は、埼玉県、群馬県、栃木県の境界点だった。地図、越谷市内とその周辺の河川の歴史、2016年9月24日、閲覧。 旧渡良瀬川への合流後も、東京湾へ至るまでの旧都根川は、国境の流れであり、西岸が、当初の武蔵国である。関東地方整備局記者発表資料2017年4月25日、閲覧。ありがとうございます。